どうも、よい表現です。悪魔城ドラキュラ X 月下の予測曲のセガサターンのやつ。サターン版をプレイするのはね、僕自身初めてなんですけど、まあ、とりあえず、まあ、操作の確認とかやっておきましたね。で、今回はね、普通にプレイするだけじゃなくて、アイテムをコンプしたいかなと思ってますね。これでいいと思うんだけど、ラックをね、上げた状態で、ラックを上げて他の能力が下がった状態で、プレイしますね。これで、アイテムコンプはしやすくなるし、でなおかつ、ね、難易度も上がるし、ちょうどいいんじゃないかなと。まあ、一応ね、キプレイってことはキプレイなんで。昔ね、コンプね、チャレンジしたんですよ。PS 版のね、初期版のやつ、だから一番最初のやつだね。だからまあ、原作って言っちゃっていいのかな。だけどできなくて失敗しましてね、絶対にコンプできないようになってて、初期版は、まあ、不具合ですよね。だから、まあ、いつかねリベンジしたかったんですけど、まあ、それをやると。で、まあ、サターン版でやる理由はですね、サターン版にしかないアイテムとか、あるいは敵とかね、エリアとかが追加されてるんですよね。で、最近 PS4 版にも、PS4 版が出たのかな、あれはね、PSP 版を元にしてて、サターン版とは全然別なので、だからね、現在においてもサターン版をプレイする価値はあるじゃないかと。まあ、もしかしたらね、動画同じことやってる人いるかもしれないけど、まあ、僕自身がやりたいので、僕らは本当ずっとやりたかったんでね、これはやりたいとすっげー楽しみですね。で、2周目でしか入手できないアイテムとかあるんでね、だからまあ2周は確実にプレイしようかなと思ってますね。違いとか面白いんじゃないかと思うんでね、とりあえずね、ドラキュラ倒さないといけないんですけど、この上に道がありますよね。どうしようか、行くべきなのかな。でも一応ハートがあるんで、ハートだけ取りますかね。あと確かレアアイテムあるんだけど、まあ、取っても意味がないんでね。まあ、行きますか。せっかく開けたんだから。はい。まあ、いろいろあるんだけど、ね。まあ、今意味があるのはハートぐらいのもんですよね。ハートぐらいですね。あ、こんなアクションがあるんだね。あと、マリアでプレイが最初からできるみたいですね、サタンパがね。あ、サターンのゲームやるの僕初めてなんでかなり新鮮。滅びよ、ここはお前の住む世界ではない。私は自らの力で蘇るのではない、欲深な人間どもによって蘇るのだ。力が唯一の正義なのだからな。それはお前の勝手な言い草だ。人々は同じ信念のもとで求め合い、集い、そして歩んでいく。だが現に人間どもは欲望によって発展し、信仰によって統率されてきたではないか。人間は力だけでは統率できない。敬い、慈しむ心があるからこそ統率ができるのだ。くだらん。どちらが正しいか死をもって分からせてやる。リヒター光沢いってるね、相変わらずねこっち側の方がいいかな。あれあれ、十字架取らなかったっけ。あれ、上攻撃で、あ、十字架が打てない、取ってないかもしれないまあいいけどさそこにサブメッパーあるから取っとこうか。まあいいか。まあ、とりあえずさ、ね、最初のドラキュラに、ね、負けるようなことはイベントの都合じゃないんだけど、マリアに助けられるみたいなね、こちらの HP がゼロになると、リカネてマリアが助けてくれるんですけど、まあ、それだけは避けたいと。一応キプレイだって。一応ね、まあ、プレイ技術未熟ですけど、あとね、画面がね、こう3対4じゃないんで、
まあ、そこで僕的にはちょっとね、あの残念なんだけど、原作のアスヒデやりたいなと思ってたんですよ。だけどね、まあね、あの、まあ、これでやらざれないかなと。あのセガサターン実機でプレイしてますね。セガサターンを、HDMI で収録しようとすると、まあ、こうなるんですよね。あ、当たっちゃった。尻熱いだろうな。とりあえずなんとかなりそうだな。集大を晒すみたいなことになりそう。もうないかな。大丈夫かな。あと離れているオッケーですかね。あち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 。確かさ、これ。まあ、どのくらい倒したかとかによってさ、なんかボーナスがあるっぽいんですよね。僕、あの詳細知らないんですけど、ノーダメ倒すなんかいいことあったりするとか、そういうんじゃないかな。ダメでもらっちゃったんで、あれですけどね。じゃあ、皆さん、英語読んでください。ミスターベルモンドにより倒され、しかし、それから4年後の満月、彼は謎の失踪を遂げた。行方を追って、当てのない旅に出たマリア・ラーネットであるが、道中行く先を示唆するかのようにある事件が発生した。伝説では100年に一度しか蘇るはずのないドラキュラ城が忽然と姿を現したのだ。時を同じくして一人の男にも異変が起きていた。彼の名はアルカール。かつてラルフ・シー・ベルモンドと共に父であるドラキュラを滅ぼした男だ。彼は自分の呪われた血を断つために自らその能力を封印し、覚めることのない眠りについたはずだった。だがその眠りは妨げられ、汚らしふるさとが復活したことを知った。そして今さまざまな思いを抱く宿命の魂がドラキュラ城に集う。闇に浮かぶ月だけが真実を知るのだ。月がなんか卵型してるように見えますけど、気のせいです。でもまあ画質はそれなりにいいはずなんで。さあ、サターン版の月下、すっげえ楽しみしてましたんで。若干ロードが長い。まあけどね、あの編集できるんで、あのね、適当に編集していこうかなと思ってますね。さあ、とりあえずね、マップじゃなかった、メニュー出しましょう。左上のさっきは HP25 って書いてありましたよね。今ストレングス1、コンスティチューション0、インテリジェンス0、ラック99ですね。これのこの状態でやろうかなと。で、装備はあの強力なものが揃ってますよね。で、ラピスラズリがあると。これラック上がるやつだったよな、確かな。うん、でちょっと待ってね、ボタン設定を変えたいか。いや、こうだな、これでいいかな。はい、キーコンフィグ、縦構えながら歩けるようになったし、うん、これでやろうかな。まあ、あの能力が最低になった代わりに相手をコンプしやすいように楽上がってるって感じですね。まあ、難易度上がるしいいんじゃないかなと思います。まあ、一応キプレイなんで。まあでもね、あのまあアクション自体これぬるめなので、このゲームはね、と言いつつ食らう。下から怪しいおっさんが出るかもんで。あ、早速布の服出ましたね。あと、まあ、この先ちょっとしたイベントがあるんですけど、まあ、それを回避する裏技があったと思うんだけど、なんかちょっと試したところね、できないかもしれない。てか、タイミングシビアすぎてできないのかもしれない。
他のバージョンだってできるんだけど、だからそれはやらないでおこうかなと思いますね。あとなんかバグったりすることあるらしいからね、あれも。この次の部屋かな、林裏技があるんですよね。やったことあるんですけど、他のバージョンで PSP 版だったかな、あれはな。でもやらないでおこうかなと、それだけは。その検証のために、ね、ちょっと動画撮るの遅れたとこあるんでね、ここここ。これはアルカード様、一体何をしに参られましたか。知れたことだ、そこを引いてもらおう。未だ人間の味方をなさるか。我らの元に戻れとは申しませぬ。せめて手を引いていただきたい。それはできぬ相談だ。仕方ありませんが、この場は一旦退きましょう。今一度よくお考えくだされ。決まった。でここで丸裸になっちゃったんでね、丸裸になっちゃいましたね。でさっきの布の服を、この汚い布の服を、あれ全然能力上がらないんだよねこれね。はあ、そうなんだね、防御とかないんだね。まあいいんですけど、はい、まあ、とりあえず剣入手しないとな。いやー、大画面で見る結果最高だな。ドット綺麗だな。ドットのね、こう角までしっかり見えてます、今。たまらん。でここハートね取っておきましょう。あ、アイテムコンプね、やっていきますね。で2周プレイすることになります。2周目でないと入手できないアイテムとかあるから、だからコンプの本番は2周目なんだけど、2周目でもね、さっきも言ったけどサターン版でしか入手できないアイテムとかあるので、まあ、積極的に買っていきたいし、あ、今一撃倒したな。さあこれだね、ショートソートね。クリティカルヒットが出やすくなってるはずなんだ。あ、そう、ここで、うん、これね、この剣面白いんですよね。たまに抜けないことがあるっていう両手持ちの剣なんですけど、2周目はね、こういうなんかろくでもないものつけてクリアしようかなと思ってますね。まあ、だから1周目はこう自由にあります。うん、待てらず9グッド、そこはまだいけないかな。まあとりあえず今回は、まあ、探索範囲を広げておこうかなと思ってますね。あ、ちょっとなんかちょっと挙動があれだな。これサターバー独特の挙動なのかな。後ろ向いちゃうんだよな。ちょっと誘導するか。倒せねえからな。あー、硬直がきつい。ちょっと待って、それ倒していかないとな。いやでも倒す、いや倒さないで進むべきなのかな、ジャンプして。そうかもしれないな、もしかすると。いやでもなんか落としてない気がするんだよなあいつな。どうしようか、倒してくよそれ。いやいや、ちょっと待って、ダメージでいけー。とりあえず、あ、ダメだ。あ、胸当て、よしよし。これ布の服じゃなくて胸当てね。防御力1ですね。それはスイッチャーというような気がするな。あ、これか、これ踏むべきか。レッドスケルトンすら倒せない。ちょっと待って、この辺に、あれ、あ、ちょ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 、危ない危ない。ちょっとボタン操作ならないから、そこシールドあったよな。危ない危ない、倒せるかな、ドキドキだな。あと HP 重要だからな。すげえドキドキなんですけど。それか、よしよし、このアンパンみたいなやつね。よし、
とりあえず盾入手した。あとそこにあるやつですけど、どうしようか。そこ行くべきかな。確かナイフあったよな。ナイフじゃない、なんだっけ、バーゼラルトだっけ、取るかな。サブウェポンがあればいけるかもしれないんかな。よし、じゃあ私どっかに斧があるよな。こいつも落としたと思うけど、お、2発倒した。あいつ確かなんか落とすんだよな。なんだっけ、銅の胸やったっけ。狙う狙えますかね。どうするか、まあいいか。え、ちょっと倒せない倒せない、スケルトン強すぎ斧入手して戻ってこよう。あれ、ここは下だっけ。ここか、下にもあった気がするんですけど。ナイフじゃなくて斧がいいな。この下あったっけな。ちょっときついどこだっけ。いや、さっきのとこだよな。斧だったら確実に壊せるから斧探しに行こう。そいつ何も落とさなかった気がするな、確か。それはどうするか、無視していくべきか。あ、いけねえ、やばい。あー、ちょっと待って、邪魔だな。倒すのも大変そうだ。こっちか、あ、ここセーフポイントか。セーフポイントいっぱいあるね。助かる助かる。こういうとこも細かく編集したりするかもしれないな。よし、とりあえずこの斧入手したんでちょっと戻ろう。この斧いけるんだっけ。そういえばいけた気がするな。いや、違った、布のマント、あれ、メガネどこにあるんだっけ。あ、でこの辺だけどまだいけないんだっけ。ボス倒さないといけないんだっけ。いける、よしよし。そこ剣で壊せなかったっけ。いけたと思うんだけどな。剣自体のこう長さのせいかもしれないか。よし、マックスアップ、これ重要ですからね。あ、いけたいけた、よしよし。これね、バーゼラルト、まあちょっとだけ威力上がったし、こう連射できるのでこれがいいかなと。あ、レジストサンダー、ここにあったんだな、忘れてた。最初のボスいけるかな。バーゼラルト役に立つかな。あ、ダメだ、いけるかな。無駄落ちてるぞ。あ、もう撃てないか。いけるかな。あ、ダメだ、頭にお、当たる当たる。バーゼラーで役立ってるな、強敵。おーっと違う、おー、死ねえくたばるがいい
おーしこんななりなのか。よしやったよしいいぞ。あとは貴様だ。逃がさねえやった、一回でいけたやったね。よしよし、じゃあ行きますかね。これあるんだったな、そういえば。あんまりこう有効利用したことないんだよななくてもいいんじゃないかっていうかするんですけど、確かこの辺りにさ、強いゾンビ強すぎセーポイントあったよな。でもいいか。どこだっけ、あれ、この先って、あーそっかそっか、この下にメガネがあるのか、これかな。うん、そしたらこの下開通しちゃおうか、これね。さあこの上が確かセーフポイントになってて、うん、未だにねマップの見方わかんないんだよな。あのね、マニュアルなかったんでマニュアルなかったんで、ね、格安やニュースティックでもやったとかあるんで。なんかこのゲームさ、ね、サタン版ですけど、あの妙にこう値段上がっちゃっててプレミアついちゃってね、欲しい人がいるのわかるけどね。ダメだ、こちら段差が。こいつのドロップは確かバーゼラウンだった気がする。あと布の服かだな。よしよし、あ、超鉱石やだな。有効利用できた試しがない。この下は確かアイテムがあった気がするんだけど、 あやった、クリティカルヒットか、ポーション、まあ、なるべく取り逃しないようにしたいですよね。めちゃくちゃコンプしようとか言ってるんですけど、マップの見方ね、どうしようあと上の方はあれだ、通っていけばマップ埋められますね。まあそういう細かいことは裏でやっとく。さあ清水いいな、清水好きなんだ。あ、やった、銅の胸当て出たぞ、さすが。うん、1ポイントだけどね、上がりましたね。もうちょっとかな、イベントがあるよな、今回もう少し進みたいよな。こっちがセーポイントだと思うんだ、確かね。違ったかな、あだね、よかった。この左にどうするかな、いつ行くかだな。だからショートカットですよね。まあ、ドロップ的にはそんなに大したものがあるわけじゃないんだよ、確かな。あ、こいつ一撃じゃないんだ、やべえかもしれん。ダメだ一撃じゃないきついなこれ待ちなさい、あなた闇の力を持ってるわね。見たところ人間のようだけど、この城に来た目的は何？この城を消すことだ。私と同じね。その言葉信じてあげるわ。私マリア、あなたはアルカードだ。不愛想なのね。まあいいわ、生きてたらまた会いましょう。それじゃ失礼。マリア編も やりたいな。リヒターも興味ないよし、じゃあ吸っていこう。そいつやばいよな。よしよし、地味だけど役に立つな、やっぱり潜水が。今年かこの辺に
サブウェポンがあったじゃないかな。時計の位置確認しておきたいよな。拡張鉱石？時計どこだったかな。あとで使うことになるから。この辺だった気がするんだけどな。あ、モーニングセット。やったー。これ自然にこう、ドロップ品集まっていくの、ありがたいな。ありがたい。あとさっきも言ったけどさ、マップの見方確認しとかないと。ボタンなんか適当に押してみたんだけどダメなんですね。なんか同調しとかじゃないかな。多分ね。ボタン足りないもんな。なんか PS4 版でもなんか特殊だったみたい。やってないで何とも言えないけど。あ、ちょっと待って。待て。あ、そうだった。盾持ってんだった。忘れてた。盾持ってんでした。あ、しゃがんだ、大丈夫だ。あ、待って。あー、厄介。常にこう構えながら歩けるような調整したんだから、使っていこう。この先こういうの大変かもしれないもんな。これ右下正解ですよね。左下には何もなかった確か。あ、ちまった。ちょっと待って、これ乗っかっちゃ、あ、乗っかるわけいかないかな。乗っかるの危ないか。届かねえ。こいつ確かお菓子落とすよね、ケーキ。そういう記憶がありますけどね。ドロップ集めるの楽しみですね。まあそのうちやりますけど。あ、これ誘導してくんだっけ。そういや、大丈夫かな。 HP14 だぞ。ポーション使うべきかな。そう、ホルダーにアイテムを入れられるっていうのがあるらしい。よしよし、ここにお金がある。250だっけ。もっと多かった気がするんだけど、気のせい。ここ抜けるの大変だよな、きっとな。あ、いや、でも、いけた。クリティカルヒット出たか。懐に入ってしまえばこっちのものよ。よしよし。あれ、意外とラグに倒せたな。ラックのおかげだろうな、きっとな。斧じゃなくて、整数キープできたいと。さあ、HP15 で。ジルコンね。あとで宝石集めることになるだろうな。さあ倒せない。いや、でも連打で割とこう安全確保するのがいけるな。あ、ちょっと待って、やばい、死ぬかもしれん。当たらない。よしよし、もう一体いるだろう。やっぱし、いや、もう無視して抜ける。ギリギリすぎる戦いだよな。でもここで生き延びられるな。で、問題はそこに、あの右上にいるボスですよね。今回はそれ倒して終わりしますか。よし、やるか。いけるかな。ちょっとかなりきついと思うんでね。はい、いけない。よし、やるかな。バースゼラルドで倒せるかな。あ、射程が違いすぎる。ダメだ。なんかどっかこうはめないといけないかもしれないな。だ、出すぎ。ダメだ、精髄微妙か。
ダメだ、制圧力では勝てない。いつになったらくたばるんだ。強敵すぎないか。やばい、やばいぞ。ちょっと待って、いけるかな。やばい、追い詰められている。ダメだ、ダークメタモの方で確認する。追い詰められてるもんな。しょうがない、ちょっと待って。あ、上方向で逆回転か。こうだ、よしよし、なんとか生き延びられるか。よしよし、なんとか。あ、ちょっと、危ないくさ。入れていこう。これがあれば死ぬことはなさそうだぞ。はめられるか。よし。よし、なんとか倒した。なんとか一回でいけたら、これ編集入ったろうな、きっと。グだったんで。やっ、倒した。よし、確か剣があるだろうね、グラディウスと。よし、まあ大したもんじゃないけど、じゃあ今回はここで終わりしようかな。次回はね、いきなり回収からできそうですね、これでね。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。